第4試合はオーバーザアイドル夏ヒロイン物語と題してお送りします。登場します全日本女子井上貴子選手です。はい、さあ今日はいよいよアイドル対決、キューティー鈴木との対戦となりました。はい、キューティー鈴木選手は180度見た目とは全く違う選手なんで、だからまあお互いの存在を潰すことではなく、認めた上で競っていきたいと思います。なるほど、いい試合をお願いします。はい、そして青コーナーは JWP のキューティー鈴木選手です。さあ今日は井上貴子選手とのアイドル対決ですよね。はい、まあアイドル対決って言われてるんですけども、それ以上に激しい試合をして、絶対勝ちたいと思います。はい、両選手とも闘志がむき出しになっています。第4試合オーバーザアイドル夏ヒロイン物語、30分一本勝負を行います。青コーナー JWP 130パンスキューティー鈴木。赤コーナー全日本女子プロレス150パンス井上。レフリー村山大地。さあ中盤戦突入ですけれども、第4試合はオーバーザアイドル夏ヒロイン物語と題しました。井上貴子対キューティー鈴木の注目のシングルマッチということになりました。第4試合も第2試合に引き続きまして山本さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。山本さんよろしくお願いします。キューティーのねビッグマッチ、シングルマッチということですけれどもね、本人もかなり緊張してたみたいですが大丈夫ですかね。そうですね、ただ7月31日の横浜で一応当たってますんでね、まあ、いい意味での緊張だと思いますよ。そうですか。はい、まずはこの張り手合戦から。このシングルは大きいですよね。大きいですね。このシングルマッチというのはですね、 JWP にとっても非常にシビアな、なんていうんですかね、選択だったですね。この試合を受けるというのは。シビアな選択でした。そうですね、やっぱりキューティーの実力、本当にキューティー鈴木は強いアイドルなのか、あるいは弱いアイドルなのか、そういう本当にキューティーが本当に意味の試練だと思いますよ、この試合は。まあ、キューティーの実力の試金石という、そうですね、この試合の位置づけになるんでしょうかも。はい、さあそしてまずはいきなりおーというこの大歓声はキューティーのジャーマンスープレックスホールド。今のようにある程度仕掛けを早く大技で仕掛けなくてもしょうがないですよね。そうですね、あっとキューティーがお客さんにアピール、赤コーナーに釘付けにして右手を高々と上げていきました。まあ、これまでにもそのキューティーはJWP のリングで関西とシングル、あるいはリングのシングルで当たって、それなりにその強さを発揮してきたんですけども、やはりこの全日本女子プレスというそのまあストロングのもうストロングで来るところですよね。はい、でそれと当たってその違うエッセンスと当たってどうかっていうのは本当に本人にとっても今日はもうシビア中のシビアな試合になると思いますよ。そうですか。この井上貴子、予想がつきにくいですよ ね、 ファイト展開が。井上貴子、キューティー鈴木、この2人、まあ、それと同じようなものをこの貴子選手も背負ってると思うんですよね。なるほど。でこの2人がその果たしたその女子プロレス界における役割ってものがこの試合でまた一つどうなっていくのかっていうのはすごく面白いですよね。そうですね。まあ、花であるこの女子プロレスのある意味では象徴というふうに言われてたこの2人ですから ね、 そうですね。まあ、そういった意味でも、まあ、ここで激しいファイトを展開していけば、そうですね、もう女子プロレスの未来も明るいなという感じがするわけですけれども、僕自身としてはそのキューティー鈴木も井上貴子もそうなんですけども、ある意味でその夢の世界に生きているレスラーですよね。なるほど。でいわゆるこの2人にそのシビアにその試合をやらせてですね、シングルマッチで決着をつけるというのはですね、これは非常にその何ですかね、全日本女子プロレスのアナーキーの発想というか、アイドル潰しというか、そうですね。でそのいわゆる針の後ろに今2人立たされてる。しかも場所が武道館、すごいですよね、シチュエーションとしては。まあ、山本さんもね、そういった選手を気遣うあたりはさすが代表だなという感じがしますけれども、はい、いやでも個人的には非常に楽しみな、ね、いや客観的に見ると非常に楽しみな、全くそのとおりですね。僕も非常に興奮して見てますけど、はい、斉藤さん、貴子のコスチュームがまた一段ときらびやかになりましたけどもね。そうですね、
好きでしょこういうの。うん、どうでしょう。この試合はそうですね、山本代表は非常に大きなあれだ、針の後ろというような表現をお使いになってたんですが、はい、井上貴子選手にとっても非常に大きな宿題のような試合だと思うんですよね。そうですね。どういう、まあ、うん、やっぱりシビアにやるしかないんでしょうね。はい、はい、これはね、最近得意としている今日の試合なんかで、あの井上貴子選手ね、もう一発いきます。どのぐらいの器のレスラーなんだかっていうのはちらっと見えると思いますよ。なるほど。さあ、最初にホールを奪ったのはこの貴子、ツーマスト2連発、そして顔面をマットに叩きつけてきました。さあ、ここまではちょっと防戦一方だった貴子ですけれども、この心当たりから反撃、この辺りのね、こうなんとも小肉たらしいファイト、こういう風にやった方がいいと思いますね。この辺が魅力、この人の魅力というね、最近のパターンですけれども、井上貴子選手もだんだん難しくなってきてるんですよ、うん、この意地悪そうだけど結構好きというのが始まっちゃいましたから、はい、今まではまあ、なんて言うんでしょうね、まあ、正統派ですよね、うん、基本的にはね。これからがあの意地悪さが好かれちゃった後は、あとはじゃあどうやって飽きられずにというのはもう一ページ必要になってくるんですね、うん、まあ、ただこれは一つのこの人の個性ですからね、どんどん伸ばしていくべきだとは思うんですが、今日はこの後どうやって同じアイドル対決といってもですね、はい、やはり誰が見てもキューティーの方がベビーフェイスっぽいですね。さあ、そのあたりリング中央、今度は片逆エビ固めで、この表情が井上貴子のファンにはたまらないというですね。しかし、あの両選手の表情のアップが、これはもうファンにはたまらないですね。たまらないですか。いいですよ、これは。さ、いや、やっぱりね、あのこれからの女子プロレスはやっぱり美しくなきゃいけないと思いますよ。もちろんそうですね。あの、なんていうのかな、いや、私二通りあっていいと思いますよ。あのやっぱり関西系とかですね。これもね、ある意味では美しい、ね、そうなんですよ、美しいですね。あの、なんていうのかな、やはりそれなりにやっぱりみんな物質的にやっぱり恵まれた人間が、これからはやっぱり、ね、プロレスラーに、そう思います。ルックスがこれで弱かったら、僕リングに上がってもらいたくないですよ。全くそうです、ね、レスラーなんですから。だから、このビデオを見た人たちの、中で僕はちょっとシビアな発言しますとね、やっぱり、プロという何恥ずかしい顔をしたプロレスラーがいっぱいいますよね。で、今の女子プロレス界っていうのは、本当にやっぱりみんな洗練された人間が上がってこれるところだと思うんですよ。特にね、こういったオールスター戦はね、そうなんですよ、うん、だからそういう意味でやっぱりその全プロレス界はやっぱりそういうプロと呼べないプロレスラーはもう使ってほしくないし、はい、そういう意味でも女子プロのレベルをもっともっと上げていきたいですよね、はい、なるほど。今あの団体がね、猫も釈子も旗揚げ一時ね、旗揚げ状態で、もうかなり18ですか今。そうですね、そのぐらいあるわけでしょ、そうすると当然レスラー不足していくということで、やはりある程度のレベル達しない選手まで早々とこうリングでデビューしてしまうという状況というのは、まあ、随分前から危惧されていたことなんですけれども ね、 そうですね、まあ、女子プロレス界にはね、なんとしてもそういった状況というのは、はい、あの団体の数が増えても、やはり一生懸命やっている団体と、そんなに一生懸命でない団体というのがあるんですね。見る方のファンも一生懸命に見れば、どちらが、まあ、どの団体が、あんまりいい表現じゃないかもしれませんが、どの団体がメジャーで、どの団体がマイナーなのかというのは、きっとちゃんと見えてきます、まあ、でもそういう意味では、この女子プロレス界ってのはいい方向ですよね。まあ、それは、あの今全体的にはいい方向だと思います。やっぱりあのキューティー鈴木にしても、この井上貴子にしても、やっぱりあのスターだなと思いますね、うん、今スターな顔してますね、いい表情、入場の時なんかやっぱ続々と来ますもんね。そうです ね、 ね。さあ、今度はアキレス腱固め、キューティーが必要に足を、こういうグラウンドの展開は今日初めてじゃないですか、はい、今日の試合で。そうですよね、まあ、タッグも続いたこともありますけど、そうですね、まあ、シングルマッチ1試合目ですので、どうしても序盤戦はね、探り合いというか、こういった展開になるんでしょうけれども。そうですね、また両選手が丁寧に戦ってるってことじゃないですか。あ、その通りですね、定石通りね。意外と井上選手、貴子選手はグラウンド好きですよね。またまあ、もちろん膝十字あるいはね、関節技得意としてますので、はい、おっと、今キューティーコールとともに、今あ、キューティーがアキレス腱入ったんですか。そうですね、取り返しましたね、キューティーが、はい、アキレス腱取り返していきますね。さあ、関節技でも
劣らないとというねキューティーの気迫なんでしょうが、しかしここは井上拓子選手もこんだけのファンに今日で武道館でシングルですから、はい、この1万何千人のファンに嫌なやつだなって思わせたら井上拓子の勝ちだと思いますね。あんまりいいこぶっちゃいけない選手ですもんね。特に最近の色としてはねそういう感じですからね。まだ高子ファンはまたそういったものを期待しているんでしょうね。まあ、いじめっこやった方がいいと思いますね、どちらかというと山本代表、はい、キューティー鈴木は耐えるレスラーですよね。そうです ね耐えて耐えて、そうですね、はい、やっぱ体がないですからね。この子はでも本当に怪我をしないですね。あ、そうですか。全くあんだけやられてもね、キューティーは関西の通天閣とかスプラッシュマウンテン、はい、食った数一番多いんじゃないですか。そうですねあれは食らいたくないですよね。あれはあんだけ食ってももうキロッとして出てきますもんね。この前 の7月31日の横浜大会でも、はい、メインの8人の時に最後、はい、もう本当にどっかの雑誌に書いてありましたけど野戦病院のようにみんながね、あ、これはうまい返し技。今オーロラスペシャルをうまく返したんですかね、キューティー。そうですね、はい、このあたりを研究しているんでしょう。おっと、うん、ストバックに一発入れての DDT。まあ、キューティーがこうなんていうか、そのダメージをうまく吸収してしまうような体型だと思うんですよね。なるほど、うん、もう投げそのままねバックドロップを叩きつけていきます。落としたという感じですね、はい、さあこのあたりから試合の流れ動いてまいりました。そしてロープに振って、うん、あっとドラゴンスリーパー、いいですね。ロープに振った分ガッチリと首根っこ、ご覧のようにガッチリと入っております。リング中央でドラゴンスリーパーの体勢はキューティー鈴木。さあ苦しい表情に形相が変わってきたこの井上貴子、ロープまではちょっとまだ距離があるか。キューティーはこうやって粘っこく攻めた方がいいですね。まあ下馬評ではね矢尾さん、はい、いらっしゃるのではなんですけれども、はい、どうしても貴子有利という戦前の予想はかなり多いんですけれども、はい、キューティーはやっぱりそのあたり勝機っていうのはどういうところに見てますか。やっぱりいや僕はね真正面からぶつかっていいと思うんですよ。そうですか。体格の差がありますけども、はい、JWP はそういう無差別級がうちの売りですからね、はい、変に小細工に走らないで、うん、もう真っ向から力勝負でいいと思いますよ、うん、さあその力勝負というお話の通り豪快にジャンピングしての DDT からもう一度ドラゴンスリーパー、うん、こういうちゃんと今までの対戦に戻るのいいんじゃないですか。さあ粘っこい攻めぐいぐいと締め上げ、そして高子のスタミナを徐々に奪っていこうという作戦か。もう普段のね表情とは打って変わって厳しい表情両選手ですけれども、クーティーなんか手応えあるみたいですね。どうですか今日のキューティーの動き、ここまで。いいですよ、すごくいいですよ、はい、うん、全く無駄がないですね。そうですね。さあかなりこれドラゴンスリーパー長いですが、高子のショーモードどうなんでしょうか。今やっとロープブレイク、さあゆっくりと起こしてロープに逆に振られて、あっとここは高子得意のアームホイップ、うん、しかしまだちょっとダメージが残っている、そんな仕草を見せました高子ですが、今度は逆にスリーパーホールドからあっと来て破り、逆にドラゴンスリーパーを見舞っていった。さあ今度は1点キューティーが佳境に立たされている。体の大きさが あれですね、体の大きさが違いますから、はい、先ほどのキューティー選手のドラゴンスリーパーよりも井上貴子の方がなんか首ごとこう回って持ってるって感じがしますね。それだけにちょっと脱出するのがね、あと今やっとロープブレイクですが、足を丸めましたか。足も掴んで、あーっと足も抱え込んでる。お、うん、新しいですねこれは。複合技のドラゴンスリーパーになってきましたけども、さあキューティー鈴木苦しくなってきました。これではロープブレイクはできません。左足を精一杯伸ばして、
にやっとの思い出ロープブレイク。さあ今度は赤コーナーから釘付けのラリアットを見舞ったんですが、これはうまくかわしていったキューティーですが、しかしキックで倒されて、おっこれはうまい。さあカウントは、おっとカウント2。今の攻撃はキューティー非常に得意ですよね。そうですね、意表をついたね、はい、バックフリップからミサイルキックを狙ったんですけれども、これはよく見ていた井上隆子、ラリアットをかわしてジャーマン。さあブリッジも綺麗に決まってカウントは危ない、カウント2、カウント2。さあこのあたり10分を過ぎてからの攻防。そうですね、ずっと寝ているとこの人はこれがあるんですよね。フットスタンプ、あ背中にも見舞っていった。そしてそろそろキューティーも手の内を次から次へと出していくのか。コーナー最上段から何があるんでしょうか。出ましたフットスタン、今うまくかわしたんですか。ええ、ロープ最上段からね、食らってたら井上貴子危なかったですよね。あれを食っていたらちょっと厳しい状況に追い込まれていた井上貴子ですからもよく見ていた。さあそしてロープに振って今度はチョークスラム。このところね、タカコもこの技をかなり多用してますけれどもね。さあもう一回というアピールとしてリング中央でホールの体勢でカウントは2。ブリッジで返していったキューティー鈴木。あ、今度はなだれ式のアームホイップか、あるいはなだれ式ののど落としか。アームホイップですね、これは。さあ得意の、あこれは飛距離もあった、スピードも十分という感じでしたけども、リング中央。さあカウントは2。こういうところがキューティー鈴木のタフなところなんですね。そうですね、まあ、攻めているのは井上貴子ですけれども、その技を本当見かけによらずタフなんですね、はい、吸収していってしまうようなね、このキューティー鈴木の。でもこれをもらっちゃう、あーっと流れ式喉落とし、これはモロに入った。侍おっとカウント2、これが決まらないとなると、うん、井上貴子選手ももう一枚新しい技が、そうですね、必要ですね。そうするとやはりこの間の尾崎を仕留めたクロスアームオーロラスペシャルというのもありますからね、このあたり出してくるんでしょうか井上貴子。それにしても打たれ強いはキューティー鈴木、今あれだけの技入れた状態で切りましたね、うまくね、お腹に入れて、あっとバックドロップホールドだ、彼は危ない、カウント2。さすがに打たれ強いとは、まあ、もちろん試合前から井上貴子も分かってはいたんでしょうが、そんなに打たれ強くないかもしれないですけれども、うん、あの頑張り屋で跳ね返すって感じじゃないですか。あ、なるほど、あうまく返して、あっとバックを取ってドラゴンスープレックスホールド、これもキューティーの大技だが危ない、いや危なかった井上貴子、一瞬の返し技ドラゴンスープレックスホールド。今キューティーは3つ入ったというね感触でいたんですけれどもね、レフリー村山大地の手はやっぱり2つ目寸前のところで止まっていた。あーしかし、あー投げっぱなしジャーマン貴子らしいですね。スープレックス合戦の様相を呈してきましたこの両者。やっぱりこの2人はあれですね、あのただのアイドルじゃないですね、やっぱりストロングアイドルという新しい言葉を作らなきゃいけないですね、はい、やっぱりどこに出しても恥ずかしくない試合ですよこれは。もちろんそうですよね、はい、これだけの大技、そしてもう紙一重の攻防と言ってもいいでしょう。あーっとこれはクロスカウンター気味に両選手エルボーをね顔面に叩き打っていきました。何かあの前回のオールスター戦ハンドリ対北斗の集結を見るかのようなね、今のあーっと押し打ちだったんですが、しかしでもやっぱりパンチ攻撃は貴子の方がはるかに似合いますね。2発目はやはりこの井上貴子がキューティーの喉元に炸裂していって、もう一発、あーっとこれもろに入りましたよ。殴るって感じでしょ。
いやー、QT なんかひどいことしますね。このここはちょっと QT に頑張ってもらいたいですね。いや、顔面ですからね、今のは。あーっと、危ない。うん、しょうがないかな。あーっと、ロープサイズは返せないか。何か最後は、なんともこの泥臭いというか、はい、いや、井上タンコはいかにも高子らしく勝ったって感じがしますね。あー、そうですか。山本さん、はい、どうぞ。やっぱりね、いい試合だったと思います、はい、で、キューティー結果的に負けはしましたけども、はい、最後のいわゆるもう喧嘩っぽいあの攻防、その前のスープレックスの攻防、十分に見応えがあるいい試合だったと思いますね。そうですか。この負けは負けとして、うん、キューティーはまた一つステップ上がったと思いますよ。まあ、負けて売るものありとありますね、はい、十分ですね。グレード高いシングルだったです。そうですね。いや、本日の第4試合オーバーザアイドル、これはもうオーバーザアイドル全く まさに成し遂げたと。そうですね、言っていいでしょうね、はい、いや、見事、あ、試合終わっては、両者ね、ノーサイド健闘を称え合っての今日の第4試合、井上貴子選手。